最初にフレンズアップされたフレンズが出撃します。その調子でさらにモンスターが、こちらもラッピグマさん出番です。
基地でジャパリバスが破壊されてしまうとクエストを続けられなくなってしまいます。この部分がデッドラインとなってデッドラインを突破されてしまうと、突破されないように地ではパネルをモンスターたちを倒しましょう。敵モンスターがたくさん出現、このような時はこちらもミカフレンドボタンをタップしてみてください。強力な助っ人でしたね。戦闘中一度だけあな、いざという時は迷わず助けてもらいましょう。ところでこちらのボタンにはお気づきですか？このケモノアップボタンは敵から得られるケモパワーとケモパワーの自然回復量を増加させることができます。ただしケモパワーを消費、もしフレンズがやられてしまってもケモフレンズたちの出撃、ランクアップ、ケモパワーをうまく、さあまだここからは自由に戦ってみてください。現象かは調査する必要、どうやら自分と同じ、きっとあなたの力になるはず。積極的に探していきたいですね。
ですね。どこかにフレンズが出ました。おーい、ジョフはもう大人なんでち、頼ってくれてもいいんでち。水と歌はとても良いものです。モイモイはいつも水と歌を愛しています。